はい、皆さんこんにちは、ワナルグルイジです。では今回はステラリスガンダムモッドを続きやっていきたいと思います。ここまでですね、まあ順調に勢力を広げてきているんですが、前回はお金が足りないということで、画面の左上、こちらですね、今1445になっている、このお金が足りないということで、まあいろいろ工面をしたんですが、今度は鉄が足りない、まあ、鉄はこの358ってなってる赤いダイヤモンドみたいなところですね。なので今回はこの赤いダイヤモンド集めをまたちょっとやっていかなきゃいけないかなというふうに思っています。で、今地球圏に入っている第4遠征艦隊、これがですねボロボロにされてしまったので、この第4遠征艦隊を少し再建していくというところですね、やっていければいいかなと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは寝ている建設船ですね。これをどうしようかな、まあ、この先デルゴルあたりまで進めちゃいましょうか。で、あとですね、寝ている調査船がいるんですが、調査船を今動かすところがないので、まあいいかな、そうなると。で、コロニー船は今入植を行っているというところだと思うので、このまま一旦放置しましょう。じゃあ時間を早速進めていきます。今艦隊、ちょっと艦隊の名前も遠征っていうのを外しましょう、煩わしいので。第一艦隊が今どこに入っているかというと、第一艦隊はここか。まあ、どうなのかな、ここに艦隊置いとく必要があるのかっていうところは一つありますけどね。で、第2艦隊ですね。で、この第2艦隊は、まあ、この先戦闘が、まあ、頻発するであろう国境付近ですね、北部の国境付近に展開しています。で、第3遠征艦隊、これはねもう何度も何度も海賊艦隊が押し寄せてきているサイフ、ここに配置しているので、この第3艦隊はねもう外すことができない艦隊になってますんで、やっぱり第4遠征艦隊を一刻も早く増強をかけるというところですかね。で、あと注意しなきゃいけない点としては、鉱物資源が足りてないんで、この第4遠征艦隊が今、第4艦隊に名前を変えちゃいますが、これが機能しないということで、今、実質3個艦隊編成になっているというのが地球連邦軍なので、まあ、第4艦隊を一刻も早く増強をかけなきゃいけないかなというところですかね。ヤミザーとかこの辺りも回収済みなので、そうなると順番でいうと、このブーン、サイダノーブとかこの辺りに先に進出をかけておきたいかなというところかな。そうなると、建設船、眠ってる建設船ですね、これを移動して宇宙基地建設しちゃいましょう。で、コロニー船だけど、コロニー船どこに入植させるかという指示をまだ出していなかったね。オブレオンだな、オブレオンに出していきましょうか。で、艦船のアップグレードですね、維持費マイナス5%、これ結構大きいと思うんですよ。で、この後に行う建設、いや研究なんですけど、何にしようかな。連射レートプラス5、これ大きいんじゃないの。宇宙基地アンロックして、戦闘指揮所、司令所か、
あとは艦隊の士気の上限プラス20、ちょっと微妙だな。となると一旦惑星統一で月間統合力算出プラス2、これ1005なんですぐに終わるんで、この後の、研究スロットの追加に期待しましょう。でせっかく時間を止めてるので、コロニー戦ですね、これオブレオンに進出させて、オブレオンの、どこに入植が可能なの、ちょっと確認します。大陸惑星オブレオン3と 1A か。となるとまずは大陸型惑星オブレオン3、ここに入植していこう。コロニー戦を選んでオブレオン3を探します。オブレオン3はここだな、ここにありますね。ここに入植で、どこに設定するかだけど、まあ何もないところに設置しましょう。これで一つまた入植地が増えたかな、いや増やせるかなというところですね。でサイダノーブには、前線基地を獲得して、ここに一つまた採掘所を建てていこうかなというところで、第二艦隊ですね、ここにまずは最新鋭第二艦隊を派遣しましょう。であとリーダーも任命していこう。でここ誰もいないんで雇用します。誰を雇用するかな。おバナージがいるじゃないか、バナージが提督になってるな。バナージを艦隊の司令長官に任命していこう。で少し余裕が出てきているんで、この余裕が出てきているものを鉱物資源の獲得に当てていきたいんで、デルコルか、まあ、デルコルの方向にちょっと艦隊を進出させておく。そしたら建設船ですね、艦隊ではなく。であとは第一セクター扱いにしている開始電総督が担当しているプラシオンプライム、ここの自立の支援もしていきたいんですが、そのためにちょっと邪魔となっているのがやっぱりお金と鉱物資源の不足だと思うんですよね。なのでそれを少し見直ししていきましょう。でそれをどこで見直すかというと、セクターで見ていってずっと下に下ろしていくと、今セクターだとどうだろう、ご覧の通り鉱物資源はプラス31で、お金が全然入ってこないっていう状態になってるな。であとリーダー開示伝をセクターの配置にしていなかったね。なので開始電はプロシオンセクターの管理統率者にここで改めて任命しましょう。あとシダーだな、シダーもちょっとでも獲得するための、まあなんていうのかな、一つの要素になると思うんで、これを少し使っていく。ちょっと無駄な動きが出るけど、遠いシダーに、あらかじめ建設船を派遣しておきましょう。で一刻も早く建設船前線基調建設可能になったら建設していきます。で少し鉱物資源が溜まってきたので、この鉱物資源を使って造船所で、まずはサラミス海だな。サラミス海を一隻しか作れないか。できればサラミス海を 4,5 隻プラスホワイトベースの2番艦級、これも何隻か、第4艦隊に配備してあげたいところだったんだけど、ちょっと難しいかな。
やっぱり今鉱物資源が不足してるんで、鉱物資源をなんとか確保するための動きが必要かな。お金も順調に増えてきてるんで、鉱物資源ですね。まあ財布はどうしてもな、弾けさせることできないし、あとはこのトラピスト、ここも惜しいよね。ここ大陸型惑星あって、極寒型、砂漠型の惑星、それぞれ3つ、合わせて3つですね、あるんで、この3つの惑星群確保できれば、だいぶ助かるんじゃないかな。あとイリアマンとかね、この辺りにもバリバリ入植をかけていって、国力の底上げをしていきたいですね。特に鉱物資源が今なくなってきてるんで、この鉱物資源と通貨の資源、このバランスが本当に難しいですよね、このゲーム。デレコルはどうしても欲しいな。でも鉱物資源にデレコルというのはここです。なので当面の目標はこのデレコルの確保と、あとはブーンとサイダノブ、この2つ、合計3つ、これは早い者勝ちになると思うので、この3つを確保しにかかりたい。さて、続いてなんですが、研究です。どうしようかな。枠としては増えたんで、この中で言うとリーダー、雇用条件プラス1、これ入れておこう。今リーダー満帆ではないんですけど、この後リーダーバリバリ雇っていきたいので、それでいこうかな。で、そういう関係上、財布には艦隊の司令長官というかね、雇っていきましょう。どうする？ここは砲にするか、それとも年齢、これ砲49歳なの、年齢、適応力、戦隊値プラス10、戦隊値プラス10か。ちょっと一旦時間止めて、戦隊値プラス10って悪くないですよね。戦隊値プラス10ってなると、まあ単純に、まあ、防御力が上がるというか、HP が上がるっていう、そういうところになると思うので、まあ、ここはそしたら、まあ、普通に考えて戦隊値プラス10を選択していきましょう。でアッシマーに乗ってたこれ誰だっけな。これおっと、ちょっと待ってね、今誰かが死んだな、科学者が死んだという話。科学者もじゃあ雇っていこう。ここはどうする。ちょっと名前が出てこない、誰だっけなこれ。ゼータガンダムで出てくるライバル的な存在、ハンブラビン乗ってた。ちょっと出てこないんで、ちょっと後で調べます。リーダーは雇えるときに雇っていこう。名前が全然出てこない、忘れちゃったな最近。おっと、ここに来てちょっと目を離している隙に食料難に陥ろうとしてるな今度は。そうすると食料を確保しなきゃいけないんだけど、まあ一旦食料は金で買おう。お金があるうちにね。ハンブラビのパイロットなんだっけな。もうゼータガンダム一番好きなガンダムのシリーズなんですけど、それでも忘れちゃうっていうのは恐ろしいな。年は取りたくないな。
ハンブラビーに乗って、結構、ダブルゼータとかにも出てきましたからね。このハンブラビーに乗ってたパイロット。ヤザンだ、ヤザン。ヤザンが出てこないってちょっと重症だな。調査船がちょっともう眠っちゃってるのがもったいないよな。まあかといって調査船をこの段階で破棄するというのもどうかなと思うしね。建設船をちょっと見ていきます。今だとちょっと建設船の配置が悪くて、その移動に手間取ってる状態ですね。まあ少しもったいないですが我慢しましょう。で、そろそろ対外的な遠征というかね、戦いも見据えていきたいんだけど、まだ、対応できる可能性があるというか、領土を拡大できる可能性があるとすれば、この東郷クタノクル公国、ここですよね。ここの辺りはまだ進出の余地があるんで、まずは、東郷クタノクノク、ちょっと言えてないね。東郷クタクノル公国との関係を見ていくと、プラス10か。なったら、ここに対しては、まあ、良好な関係を結んでおくっていうのはありだよね。どうしようかな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 。防衛協定か。まあちょっと見てみる。ただこれ見るとどうですかね。信用上がって100に達するまでどんどん上がっていきます、毎月。ただし影響力のコストが1かかるっていうのはでかすぎるな。影響力1は使えないよ。だって影響力って毎月 1.2 しか上がらないのに、そのうち1を使ったら毎月 0.2 しか上がらなくなるってことですよね。そうなると実質もうこれ以上戦闘領域を広げることができなくなっちゃうんで、これはちょっとやめましょう。我慢我慢我慢する。ここはもう我慢我慢をしておいて、あっという間にあれだな、食料増えたな。プラス6、もったいないことになっちゃったね。ま、とはいえ、もうここはどうしようもないので、私、僕の、見込みが少し甘かったかな。で、またサラミスを作っていきたいんだけど、第4沿線課題の、あれってどうなってるの今。巡洋艦が、2隻だけか。やっぱりここにホワイトベース入れてあげたいよね。であれば艦隊設計でホワイトベースの2番艦級これを一旦自動生成する。いやこれ以上でかくはできないか。とするとここにジムちょっと待ってね。攻撃を受けてる？どこよ？いつの間に？確認します。海賊艦隊。財布だよ。やっぱり財布。しかも財布に出てきている敵の海賊艦隊。戦隊値というか戦闘力2000か。それなりにでかいな。こちらはというと、財布には第3遠征艦隊。うん、第3艦隊ですね。これを入れてるというわけだ。まあ、これをなんとか撃破するしかないな。数は少し減ってきているんだけれども、内容としては、まあ、悪くはないですよね。ホワイトベースにサラミス入ってるんで、これでちょっとじゃあ様子を見ていきましょう。
コルペットとかある程度数を増やしてあげて、その主力艦の弾よけになるようなものを入れてあげないといけないかもしれないですね。これだと戦艦クラス、巡洋艦クラスのダメージが大きくなりすぎちゃうんで。まあ、ホワイトベースが今奮戦してますけど、新たなスキルを獲得したその内容は疾風ね、疾風ウォルフ。まあ、財布はまず難なくというところなんですが、今見てもらったようにこちらって大型艦ばっかりになっちゃってるんで、それってどうなのっていうのも考えると、小型艦もある程度数を入れていってあげましょう。で、小型艦で今コルペット入れていくしかないんで、コルペットをそうだな5隻で、さらにケージンを2隻、普通の巡洋艦ですね、サラミスカイを2隻とホワイトベースで編成していきましょう。まあ、やっぱり鉱物資源だな、今寝ても覚めても欲しいのは。ホワイトベースの新しいタイプの設計が途中でしたので、この後そろりそろりとそれを見ていきましょう。青函戦争ドクトリンか、艦隊の式上限プラス20、これがどんくらい影響があるものかっていうのが今だとちょっとわからないんだよな。後回しでいい気がするな。今だと上限までそもそも艦隊の編成ができていないので、これは必要ないでしょう。で、あとは宇宙基地の建造物で戦闘指令所、これ1万2000か、痛いな。今だとどうしてもどれが欲しいかっていうのはないんで、一番早く終わる居住性プラス5、これを入れておきます。で、新しい研究スロットにまた期待しましょう。東国タノクノール公国がこんなところに進出してきてるな。まあいいんだけども、今艦隊としては第3遠征艦隊も戻してあげて、できれば小型艦を少し増やしてあげたいですよね。まあそれはおいおいやるとして、まずはここだな。今だとここにどうしようかな、ガンダム乗せてるのをより高機能なものに変えていく。ホワイトベース3番艦級にしたとしてもだ、これだと今だと出力が足りないよね。出力的に対応できるものがあるかというと、出力不足になっちゃうんだよね。しょうがないよね。しばらくは2番艦級のまま、インフラというか基礎能力を上げられるような内容のものを獲得するまでは
ホワイトベースは2番艦級を主力の艦艇として、まあ、機関扱いとして使っていくしかないかな。鉱物資源が足りてないという現状を考えて一旦様子見にしましょう。でコロニー船はどこだっけ、オブレオンか、オブレオンに入植は完了してる。オブレオン3、まだ入植中だね。15ヶ月かかるという現状。少しこの惑星を増やしていくっていうのを一生懸命やっていこうかな。でどうしても必要になってくるいくつかの艦隊、この増強もやっていかなきゃいけないので、そのためにどうするかだよね。まずはちょっと一旦敵を排除するという意味でキラムに艦艇を移動させておいて、で第二艦隊ですね、これもキラムに移動させよう。でこの古代の採掘ドローンなるものを撃破してしまって、このキラムから先この3つの惑星ですね、ここの確保に進んでいきましょうか。まあ、キラムがどれほど危険かというのはまだわからないんですけど、一旦ちょっとキラムの状態を確認する。ここに古代の採掘ドローン、こんな形か。駆逐艦、戦闘ドローン、戦闘ドローン、採掘ドローンって感じかな。まあ見てもらった通りめちゃくちゃ強い艦隊ではないんですけど、相性がやっぱりあるんで、武器のこれで万が一その第2艦隊ですね、我々の中で一番強い戦闘力3200を誇るこの艦隊がどうなるかだな。いや強いぞ、いきなり2700まで減らされてる。3200あった艦隊値が想定以上に崩れそうだな。踏み入れてはいけないところに足を踏み入れた感はあるけど、まあしょうがないね。ここに戦略的な価値がどれくらいあるかですよね。資源がめちゃくちゃ豊富だとかって話であれば無理をしてでも確保する価値はあるんで、調査船を一隻失ってしまった可能性はあるけど、まあこれはしょうがないですね。まあ全体の勢力図で見るとどうでしょうね。
アラマシ共益連邦、これが比較的大きいですね。で、ボスバチック王朝連合、少し字面が小さいんで大きくするとここですね。ここも隣接しているところですけど、まあそこまで恐ろしいところではないかな。で、あとはハンタク同盟域軍、ハンタク同盟域軍ってさ、何こんなところに勢力を持ったの、すごいね、ハンタク同盟域軍はこんなところに前線基地を作ったのか。さて、では少し時間が長くなってきましたので、今回はじゃあここまでにしてですね、次回は、まあ、どこと戦争していくかっていう見極めをしていかなきゃいけないかなというところで、統合クタクノル公国、ここは今、関係がマイナス5になっちゃってるんで、まあ、少し敵対行動をする上ではありかなと。でハンタクはここまでいろいろ良好な関係を築いてきたので、まあ、ここでいきなり開戦というのはないかなというところですね。ボスバチックがこれマイナス30か、国境を閉鎖していると来ている、なるほど。であればこの辺りがまあ普通に考えて戦闘する場所になるのかな。ボスバチック王朝連合に関してはまあ静観かな。ではこんな感じでまた次回も進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。